エリザベタ・サマラは、ルーマニア、コンスタンツァ出身の卓球選手。T リーグはトップを止めピンポンズ名古屋所属。2003年のヨーロッパユース卓球選手権カデットのブシングルスで優勝。翌2004年も連続優勝を果たした。2005年には、同大会のシングルスで準優勝、ダブルスで優勝するとともに、ITTF 世界、ジュニアサーキットファイナルで優勝。 2006年にヨーロッパユース選手権、シングルス、ダブルス、混合ダブルスで優勝、世界ジュニアサーキットファイナルで準優勝を果たした。世界卓球選手権には2007年のザグレブ大会より出場している。ヨーロッパ卓球選手権では2005年に団体優勝、2009年にダニエラ・ドデアントのダブルスで優勝、ヨーロッパトップ12でも2009年、2010年と5位になっている。 2008年の北京オリンピックのシングルス、団体にそれぞれ出場した。2012年、ワールドカップのシングルスで準優勝2015年、ヨーロッパ選手権のシングルスで優勝、ダブルスで準優勝2017年、ヨーロッパ選手権の団体戦で優勝2018年、T リーグのトップを止めピンポンズ名古屋に入団。ありがとうございます。